小林先輩、おはようございます。エルマ、何しに来たの？あ、いや、なんだ、いつもお世話になってるからな。お礼を持ってきたのだ。これは？お守りだ。いい出来だったのでな。へえ、手作り？ありがとう。あ、そういうことか。あ、トール、今日こそお前を連れ戻…消え去れ、エルマ。小林さん、私はわがままなんですよ。それでも結構抑えて我慢して、なのにひどいじゃないですか。私だって頑張ってたくさんたくさん褒めてもらって、ちょっと頭を撫でてほしいのに。トール、私は求められるのに慣れてないんだ。今までそんなことなかったから、どうしていいかわかんないし、人間関係煩わしいって思うことも多くてさ、自分なりに距離取ったりしてね。友達はいたけど親友はいなかった。ほい、いや、あの、これ以上分かりやすくはできないよ。さして、さして。はい、頂戴します。あ、そうだ、私もお守り作ってあげます。邪神の加護を得られますよ。最強です。それはいらん。